ねえ、ところでこれから行くレインベースってどういう町なの？確か夢の町だったか？ええ、人々がギャンブルで一攫千金を夢見て集まることからそう呼ばれているわ。そしてクロコダイルが経営するその町最大のカジノこそ私たちの目的地レインディナーズよ。カジノ？あれ、ちょっと待って、ここって私たちがレインディナーズにいた頃の世界よね。じゃあひょっとしてビビって今？ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。ビビ、そう、あなたたちの知り合いがそこにいるかもしれないのね。あの場所、キャンプができそうだぞ。この暑さだ。砂漠を越えるならしっかり準備しとかねえと危ねえからな。そうだ、みんなこれを使ってみてくれ。この服装で砂漠を越えるならこいつは必須だ。何？その怪しい薬品は？まあ日焼け止めみたいなもんだ。これで砂漠の日差しも大丈夫なはずだ。お前そんなものいつの間に？いつどんな島に着くか分かんねえからな。前もって作っておいた。賢明な判断だと思う。よし宴だ。サンジ、飯作ってくれ。待ってろ、手持ちを確認したらすぐに作ってやる。ビビってどんな人なの？ビビは俺たちの仲間だ。仲間？海賊の一員？島に流れ着いた海賊は何人かいたけど、みんな乱暴で自分勝手だったわ。ビビは仲間だけど海賊ではないわよ。むしろ正反対の存在ね。王国を乗っ取ろうと企む謎の組織に潜入した王女ビビ。彼女は民衆に英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついにアラバスタ王国に帰還したのだった。確かに海賊とは違うみたい。だけど仲間って何？お、腕が鳴るな。さあ食え。任せとけ。任せとけ。ヘレ。
よし、宴だ。乾杯。さてと、行くか。三刀流を三千世界。ハハハ、このウソップ様に恐れをなしたみたいだな。なかなか楽しめたんじゃねえのか。程度なら俺に任せろ。ゴムゴムのガトリンガー。俺が相手だ。煙星。三刀流を三千世界。刃こぼれはねえが、まだ修行が足りねえな。こんな奴らにやられやしねえ。俺の仲間に手出すな。ゴムゴムのガトリンガー。はねよ。おい、お前、倒れた仲間はどうすんだ。大丈夫か、チョッパー。おう、怪我は俺が治してやるぞ。引かねえなら切るまでだ。三刀流を三千世界。もう気は抜かねえ。黒カブト、お前の力を見せてやれ。行くぞ。
れダメだ。やっぱり熱いの苦手だ。おめえがモコモコしてるからだろ。その着ぐるみ脱いだらどうだ。この野郎、トナカイをバカにするのか。やめとけチョッパ、興奮すると余計熱くなるぞ。力が戻ってきたみてえだ。そこの人たち、この峡谷に踏み込むつもりかい？それならこの鳥が必要だよ。鳥？このピンクの鳥はナビバードって言ってな、この先の迷いの峡谷では谷を抜ける正しい道順を示してくれる便利なやつなんだ。へえ、それは便利ね。ありがとう、もらっていくわ。なんでだよ、もらっていくなよ。おいおい、ずずしい嬢ちゃんだな。こいつはやれねえよ。だが菜の花の町なら同じ鳥が見つかると思うぜ。行ってみな。おかしいだろ。なあなあ、待て待て。本当か？うん、わかった。なんだ？よし。え、そうなのか？ルフィ！いや、身がねえ。あ、ルーフィー、ちょっと量は少ないけど、なかなかうまいぞこれ。ほとんど食っちまったって怒ってるぞ。ほとんどってそんなに食ってねえよ。一つか二つは残ってたはずだぞ。それをほとんどって言うんだって怒ってる。お前らがいるとデザートナッツを全部食われてしまう。
案内するからここから出て行け。リサ、ごめんね。あなた、鳥の食べ物まで食べるのね。よし、迷いの峡谷に行くぞ。あの鳥がいてくれる保証はねえけどな。そうね。ナビバード、ちゃんと来てると思う？おう、大丈夫だぞ、多分。はっ！おーい、どこだ、鳥！やべえ、だんだん不安になってきた。もう少し先まで行きゃはっきりするだろう。この先が迷いの峡谷か。迷いすぎて餓死しなきゃいいけど。よっ。ナビバードが道を示してくれてるぞ。ナビバードが道を示してくれてるぞ。助かるわ、ありがとう。そうだな、ありがとう鳥。これでこの峡谷を抜けられそうね。ゴムゴムのバズーカ逆走くらえ、ウソップパンダ。どうだ来いよ、切られる覚悟があるならな。トラッカリ、俺が相手だ。特定ロゼオン。みんな怪我したらすぐ言えよ。頼もしいな。
よし、行くか。覚悟しろよ。ゴムゴムのガトリング。悪いが、加減するつもりはねえ。竜巻！行くぜ！ウソッペッ！パフォーム！俺たちの邪魔はさせねえ！アームポイント！俺様は勇敢なる海。俺は化け物、強いんだ。行くぞ。ゴムゴムのガトリング。俺は戦士だ。みっともない姿は見せねえ。ウソッペッ！パフォーム！お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。行くぞ！命まで取るつもりはねえ。俺が万能薬になる。鳥を見て嬉しそうだな。嬉しそうにしてない。それにしても分かりづれえ場所だな。よし、行くか。俺の仲間に手出すな。ゴムゴムのガトリング。かかってこい。そっちか。刀の旅にしてやる。大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか、海賊王。しそれにしても分かりづれえ場所だな。
こりゃナビバードがいなけりゃ確実に迷ってたぜ。しっしっし、そうだな。でもナッツは食べちゃったくせに。そろそろ出口なんじゃねえか。